俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは海外の国の人や文化についてどのくらい関心がありますか？自分が生まれ育った国と異なる文化を持つ国は何もかも新鮮で刺激的ですよね。それに魅力を感じて海外旅行や留学に行く若者はたくさんいます。しかし慣れない習慣は魅力的である一方で大きなストレスになることも忘れてはなりません。今回ご紹介するエピソードはイタリアのミラノの大学に通う日本人男性のお話。現地でイタリア人美女の彼女をゲットした彼ですが、とんでもない人種差別を受けてしまいます。その時彼が取った行動とは。どうぞ最後まで見て確かめてみてくださいね。俺の名前は今井和也。今イタリアのミラノの大学に通っている。俺は幼い頃から両親と海外旅行へ行ったことはあったけど、すべてアジアが中心だった。ヨーロッパへは一度も行ったことがなかった。だから大学生になってイタリアとの交換留学の話を聞いたとき、すぐに手を挙げたんだ。俺が生まれ育った日本とは辿ってきた歴史も文化も全く違う。そんな土地で生活することで俺の世界を広げたい。俺はそんなワクワクした気持ちでイタリアへやってきたんだ。この大学は本当に勉強したい人だけが集まるから、みんなすごく勉強熱心だった。俺は入学当初イタリア語が完璧に理解できていたわけではなかった。だから授業についていくのに必死だったけど、そんな時たまたま隣の席になったのがソフィアだった。彼女は授業の板書が早すぎて書き取れなかったところを見せてくれたり、聞き取れなかった単語をこっそり教えてくれたりと親切にしてくれた。それにすっごく可愛いんだ。俺は彼女の優しさと美しさにどんどん惹かれていった。そしていつしか俺はソフィアのことが好きになっていた。それで何度かカフェや映画に誘ったりとアプローチを続けて、数ヶ月後俺は彼女に告白した。そしたら彼女は、やっと言ってくれたの？日本人って奥手なんだろうなとは思っていたけど、ここまでとは思ってなかったわ。返事はもちろん OK だけど、好きというのが遅すぎと怒られた。俺はまさかそんなことを言われると思ってなかったから、ごめん、もっと早く伝えればよかったねと謝ったよ。お察しの通り、彼女が頼りない俺を引っ張って行ってくれる形で交際は順調だった。告白したのはミラノにあるカジュアルなイタリアンレストラン。素朴だけど温かみのある素敵なお店で、俺たちはその日以来何度も通うようになった。学生の懐事情を察してくれて、いつも少し安くしてくれたり量を多くしてくれたりするんだ。そこでソフィアと好きな本やドラマの話をしていたら、たまに店主のおじさんが会話に乱入してきたりして、すっごく楽しいレストランだった。外国人の僕としては心を落ち着ける大切な場所の一つだったんだよね。気がつくと交際してもうすぐ1年。彼女のおかげでイタリア語もかなり上達した俺は、日頃のお礼も兼ねてミラノのある高級レストランを予約したんだ。このレストランはミラノでもかなり有名で、予約を取るだけでもかなり大変だったんだ。そして迎えた記念日当日、店のことは内緒にしていたので、レストランの前に到着したソフィアは大興奮。本当にここを予約してくれたのね。ずっと来てみたかったのよ。夢みたい。ありがとう。と彼女はすごく喜んでくれたんだ。俺もその様子を見ていて嬉しかった。頑張って予約を取ってよかったな。
そして俺たちは早速その店に入った。いらっしゃいませ、ご予約はされていますか？はい、今井です。今井様ですね、しばらくお待ちください。ソフィアと店内の装飾を眺めながら期待に胸を膨らませていると二人組のカップルが来店した。これはアンドレア様、本日のご予約は？んなもんしてねえよ。でも俺だったら入れるよな。オーナーに確認しろよ。はい、かしこまりました。ウェイターはすぐさま走り去り、数十秒で戻ってきて、お待たせいたしました、こちらへどうぞ。後から来たはずの、しかも予約もしていない奴らを先に入れたことに俺たちは驚いた。後から来たはず、しかも予約もしていない奴らを先に入れたことに違和感を覚えつつも、その後すぐにウェイターがこちらに駆け寄ってきたので安心した。ところが発せられたのは衝撃の一言だ。申し訳ございません、今井様、本日今井様の予約の確認ができませんでした。また日を改めてお越しいただけますか？耳を疑った。そんなはずありませんよ。今日だって予約確認の電話をお店からいただきましたし、ところで今のお客さんたちは予約もしていないのにどうして入れたんですか？アンドレア様はかなり有名なワイン商のご子息なのです。当店に入っているワインも彼らから仕入れておりますので、ないがしろにはできません。個人の学生とイタリア人のワイン商のご親族、どちらが重要か少し考えてみればわかるのでは？ウェイターが俺たちを小バカにしたような態度ですごい話をするなと驚いた。大体あなたのような日本人がここに来るのが間違いなんですよ。レストランにも客を選ぶ権利がございますので、これ以上文句を言い続けるようでしたら営業妨害で警察を呼びますよ。日本の貧乏人はさっさと帰ってくださいとまで言われ、俺たちは仕方なく店を後にした。とはいえお腹が空いていたので、いつものイタリアンレストランに行くことにした。ソフィア、今日は本当にごめん。また別のレストランを予約するから。いいのよ、あんな店だって入る前に知れてよかったし、日本人をすごく見下して最低よ。今時あんな人種差別的な人がいるって信じられない。どうしたの？何かあった？カウンター席で意気消沈していた俺たちの会話を聞いていた店主が心配げに尋ねてきたので、事のあらましを説明した。それは大変な目にあったね。あの高級レストランってそんなひどいレストランだったんだな。そして数日後、ソフィアから急に電話があったんだ。私がメッセージで送った SNS の投稿を見てみて。その投稿の内容を見てみると、なんとそれは僕たちがあの時店から追い出される一連の流れを動画に収めたものだったのだ。どうやらそれは外国人の観光客が撮影していたものだったようだ。そしてその例の投稿はかなりの注目を集め、ネット上でその高級レストランが大炎上しているらしいとソフィアが教えてくれた。そんな中、俺のスマホにそのレストランから電話がかかってきたんだ。もしもし、今井様の携帯でお間違いないでしょうか？いやー、先日は大変失礼いたしました。ぜひそのお詫びとして当店で改めてお食事していただきたいと思いまして。もちろんお代はいただきません。それってその代わりにあの時のことを忘れてくれってことですよね？あ、いえ、そういうことでは。わざわざ電話してくるってことは、あの投稿はかなり影響があるようですね。俺は許す気なんて全くありませんから、
もう電話してこないでください。SNS の力を知らないわけじゃないけど、そんなに効果があると思っていなかった俺はかなり驚いていた。ソフィア曰く、例の投稿をきっかけに自分も嫌な目にあったという被害報告が例の高級レストランに相次いでいて、抗議の電話が殺到し大変なことになっているらしい。あと例のワイン商の息子なんだけど、あの人バカだから、私たちの代わりに入店できたのは俺だって自分から名乗りを上げたのよ。きっと本人はそれが自慢になると思ったんでしょうけど、非難ごうごうよ。彼の SNS も大炎上して、こうなっちゃったらもう止まらないでしょうね。その後、あの高級レストランはあんなに予約困難で人気のお店だったのが嘘のように客足が遠のき、閉店休業状態が続いていた。そして先日ついに閉店してしまったようだ。ワイン商の息子も今回の事態が明るみになって両親が大激怒。父親から感動されたと風の噂で聞いた。その騒動の後も僕とソフィアは交際を続けていて、いろんなレストランに行ったけれど、あれほどひどい対応のレストランにはまだ遭遇したことがない。ミラノの街で人種差別的な対応を取られたこともそれ以来一度もない。でもあんな店が人気店になってしまうんだから、ひどいもんだなって思ったよ。 SNS の投稿が助けてくれて本当にスカッとした。これからもソフィアと一緒にいろんなレストランに足を運ぼうと思うよ。SNS の一つの投稿がきっかけで大繁盛したり、閉店することになったり、今の時代は良くも悪くもレストランが SNS にかなり影響を受けているのは確かだよね。このお店もバカだよな。乗客の予約を優先みたいなことはぶっちゃけやってる店も多いけど、それにしたってやり方があからさますぎるんだよね。こんな店遅かれ早かれ潰れてたろうね。今時人種差別なんてあってはならないんだから、いつの時代だと思ってるんだろうね。ワイン商の息子がバカすぎる。俺は予約困難店の予約枠すら操作できるほどの男ってアピールしたんだからすごい。 SNS も使い方によって人の役に立ったり立たなかったり様々ね。今の時代、 SNS の力がとても大きくなってきていますよね。ですが、こういった問題を解決するために SNS が活用されるのはとてもいい例ですよね。今回のお話に出てきたような人種差別をするようなひどいお店が世界からなくなっていくと、留学生や観光客が嫌な思いをしなくて済みそうですよね。良いお店はどんどん良い口コミが広がっていき、悪いお店はその逆になってしまう。お店を経営する側もより一層気をつけていかなければいけない時代になってるということですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。